ミッドナイト坊主のベータナイトニッポン。こんばんは、ミッドナイト坊主のユダイです。ネブキャンです。ミッドナイト坊主のベータナイトニッポンはハロプロ関係の時事ネタや雑談を15分間くらいお送りするラジオ形式の番組となっております。週替わりでメインパーソナリティを変えて、基本は2人1組で毎週金曜日にお届けしてまいります。今回のメインパーソナリティはあーついゆうでです。よろしくお願いします。お願いします。暑いんだよな、本当に。湿度がやばくて。天気予報見た？見てない。今日6月22日ですけど、はい、22、23、24、25、26と右肩上がりです。土日東京30度ぐらいいく。30超えてた。全然マジ？そう、熊谷が38度みたいな。かわいそう。そう、かわいそうだよな。そう、熊谷さそれだけでさ住む人減るよな、普通に。そう、なんかな、ちょっとな、名前が世に知り渡ったけど住みたいって思わないわ。嫌だなって思うもんな。熊谷って言われた、うわ暑そうってなるもんな、絶対。そう、ちょっとおかしい。6月にしては前年平均、うん、今までの平均より5度以上高いみたいな。なめんなよマジで。そう、天気予報士がなめんじゃねえってつぶやいてた。じゃあなめんなよ本当に。そうか、へえ。いや、こっから暑いっす、やっぱり今年は。てかその気温もそうだけど、やっぱ湿度がね、湿気がさ、うん、やばいからさ、ムシムシしちゃってね。夜もどうです？夜眠れてます？ちゃんと寝れるんですよ。あ、寝れるんだ。デブだからね。まあデブだから、そりゃ食って寝るのがデブですから。食っちゃね、食っちゃね。食ったらすぐ寝れちゃうんですよ。ちょっとでもやっぱさ、うわちょっと寝づらいなみたいなのも、うん、そういうのもない。いや、だから布団はもうかけらんないよね。まあまあまあ、それはね。そうだ、もうベッドの上で大の字になって爆睡だね。あー、広がんないなーってことは、まああんま広がんないっすねこれね。あー、僕寝れないトーク無理っすよ。寝れちゃうんで。あー、なるほど。なんかシーツとかをさ、こう涼しいのにしてるとか、そういうのもまあ特には。枕が、はいはい、まあひんやりするタイプなんだけど、まあこれは夏はそれ表にして、冬は裏向きにしてるってだけなんで。あー、広がんないっすね。ちょ、ごめんなさい、広がんないな。できる。この前もね、ラーメンの家に行ってさ、はいはいはい、森さんの卒コンの家、うん、やっぱラーメン家のソファーでも寝てたもんね、ついてすぐ。いや、ラーメン家のソファーはだってあれは全然冷たい仕様とかないからさ、うん、もう本当に蒸し暑かったら蒸し暑いまんまのソファーのはずなんですよ、あれは。いや、本当にラーメンのお母さんのさ、うまい餃子をさ、食ってさ、はいはいはい、食っちゃねでしたね。デブですね。もう全然、もう横にさ、ラーメンの妹がなんか学校なんかやってんだよ、うん、お構いなしに爆睡したもんな、ソファーで。デブですね。迷惑極まりなかったな。ソファーで寝るっていうのもやっぱデブポイント高いですからね、これね。そうそう、やっぱりそれで、ね、右手にコーラ、左手にポテチだったらな。それじゃあもうピラメキーノに出てきたダルさんだからね。それだと思う。ダルダルイングリッシュね。ダルダルイングリッシュ。そう、ちょっと今度ダルダルイングリッシュ惜しかったな。ギリギリ無理だったわ。食ってすぐ寝たとこまでよかったんだけど。よかったけどね、灰色のスウェット着てやってほしいですけどね。ちょっとね、考えないとな。もうちょっとでなれるな。そこまでデブではないからね。でもそうなんですよ、残念なことに。ダルさんよりはやっぱ全然痩せさんですから。そう、ダルさんの中の一番痩せさんだから。うん、ちょっとね、あそこ厳しいですけど。あんまり広がんなかったんでね、もう次の、コーナー行きたいと思いますけれども、うん、はい。今週もこちらのコーナーから参ります。ハロプロランキング。こちらのコーナーは、空想でハロメンが、このランキングが1位だろうというお題を毎週リスナーの皆さんに送っていただいて、紹介するコーナーでございます。さあ、早速読んでいきたいと思いますよ。ラジオネームブルーレット置くだけ。思い出とか全然覚えてないランキング第1位、福村瑞希。あー、福村さん覚えてないんだ全然。
あったっけとかな。福村さん覚えてないんだ。そうか。じゃあ全然そう、あれだね。全然卒業の思い出とかもないでしょうね。だから佐藤さんが卒業したのとか全然覚えてないでしょうね。おそらく。卒業の時のスピーチとかもな。いや、本当にね。お疲れ様でしたとかで。いや、そんなことないけどな、全然。いやー、まさきちゃんのスピーチ本当に良かったよねーってかね。詳しくは覚えてないんだ。全然覚えてない。なんかね、ふわふわしすぎて覚えてない。まあでも覚えてなさそう。じゃあなさそう。逆にやっぱ生田さんとかの方が普段サワサワしてるけど覚えてそうっちゃ覚えてそうみたいな ね、あったりしますけど、覚えてないって言うけど覚えてるタイプね。ああ、そう、生田さんは、うん、かっこいい、かっこいい、かっこいい。しばらさんは多分、うん、そう、なんか そう、覚えてるだろうなって思われてるけど覚えてないんだろうな、多分。かわいいな。かわいいのかな、それは。かわいいな。かわいいのかな。福原さんだってね、相当なメンバーのこと見送ってきてるはずですから、これまで。どうだって全員覚えてるかな。多分ごっちゃになったりとかしてんだろうな。もう。いろいろとな。あれ、うん、この前、おとつい卒業したの鞘師だっけとか言いました。相当混ざってるね、じゃあ。ぐっちゃぐちゃじゃん。いや、かわいいな、そんな福村さんも。そんな福村さん、かわいいか？ちょっとおっちょこちょいなね。おっちょこちょいが過ぎますね、福村さん。お嬢様だからね、でもやっぱ。お嬢様だから。そう。そういうところ全然、そういう思い出は全部、執事が、覚えてるらしいですからね。水木お嬢って言ったら。そう。おとついは森戸さんでございます。そうだったわって言って、そういうやつが日常茶飯事らしいですからね、福村さんちは。続いて、ラジオネームハッチ、金沢ローズクォーツトモコの後継者ランキング第1位、ヤギオキシトシンしおりに対抗できるランキング第1位、葛西アーバンブルーユーミ、そして県外が中島コココ今夜だけ拓衣ですね。いや、前回なんか似たようなのがあったんで、確かこれすごいスピード感で出してきてますね、ハッチーは。ヤギオキシトシンしおりが多分先週出てすぐにもう、これ、あれ？ヤギオキシトシンしおりも多分ハッチーが言ってるだろう。あ、自分で対抗してる。自分で対抗してんのか、お前。いえ、葛西アーバンブルーユミ。まあ確かに、あのアーバンブルーはちょっと衝撃を受けましたからね。でもアーバンブルーって、わかんねえな。そう、また新しいさ。ハロメンの面からにないブルーはちょっとまだ。そう。むしろできてない。ちょっとハロプロブルー多すぎる問題がもうすでにありますからね。ロイヤル、ミディアムとかな。そう、ライトブルー、シーブルーみたいな。シーブルーもあるわ。そう、だからそこにアーバンブルー加えられてちょっとね、難しいものありますよ、こちらとしても。アーバンブルーどれぐらい合うだと思う？どこら辺だと思う？いや、でもアーバンってさ、その都会のみたいな意味じゃん。どうなんだろうな、だから。イメージでも、やっぱ、ロイヤルブルーがやっぱ一番濃いじゃん、多分。そうね。で、そのシーブルーとかライトブルーがちょっと水色寄りでしょ？うん。いや、だから俺ミディアムブルーとかに近いのかなっていう感じはしてる。ちょい濃いめ？そう。けど、まあ、だからロイヤルブルーまではいかないぐらいの、そんなんか、あのさ、歌い方でさ、あの落ちサビのね、うん、感じで、ギュッとしたアーバンブルーの T シャツって言った感じで、うん、すごい水色に寄ってたらなんかちょっと違うじゃん。そう、でもね、小杉もなんかあのミュージックビデオの感じから想像できない。いや、まあそうそうそう、わかる。今さ、俺、ちょうどさ、今俺この、ね、ラジオの台本。今、雄大が来てる。今俺台本をさ、開いてる、ワードで台本開いてるんだけど、ワードの色ぐらいじゃない、うん、ワードの色ね。このワードの、ワードって青じゃない。青じゃない。ワード青。で、エクセルが緑で。パワーポイントがね。アップルストアよりはちょっと濃いぐらい。アップルストアよりは濃いだろう。ちょっと、アップルストアちょっと水色よりじゃない？アップストアね。割と水色よりでは。そう。ワードの下ね、下の方。そう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 。ワードグラデーションだから。そう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 。そんぐらいかなーなんて、ズームよりは、ズームはちょっと明るいかな。ズームちょっと、ちょっと、アーバンブルーね。うん、ズーム、ズームはちょっと明るいな。イメージはね、俺の中の。アーバン、
ブル、なるほど。ちょっとじゃあ僕もちょっと調べますよ。アバブルー、微妙。微妙。濃くはないな。濃くはねえわ。あー、でもまあまあまあ。薄くはない。なんか、はい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 。うわ、一番めんどくさい。こういう感じね。ちょっと気になる、ちょっとごめんなさい、僕らの実力不足でちょっとアーバンブルーの色をお伝えすることはできないです。なんかそのなんていうんだろう、ものすごくサファイアみたいな色、サファイアとかそういう色ですよ。なんかキラ、ちょっとキラキラめじゃない、うん、割とキラ、わかんない、それはでも多分見てるのボールペンとかだろ。そう、なんかキラキラめのやつも出てこない結構。そうだ、でも無地、まあ、ルビーサファイアの海洋画の色っぽい。そう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 、そんな感じですね。はい、海洋画の色です。決定。ってことはあれ、海洋画の T シャツってこと？あれ。アーバンブルーの T シャツはね。うわー、海洋画の T シャツ着てんのか。HP 満タンの方ね。うわー、火力出ちゃうよ、潮吹きの。潮吹きの火力出ちゃうな、それだと。大変なことになっちゃいますからね、それだと。ゆうみさん。なるほど、アーバンブルこの色か。じゃあ、葛西海王がゆうみってことこれ。言い換えればな。葛西海王がゆうみってことですね。強いな。それはもう、ちょっとじゃあ海王がに今からゆうみって名前つけてこようかなと思いますけどね。確かに。ゆうみこれ、どっかのミュージックビデオでスカーフとか巻いてたらさ、これ指針だろ。指針か。こだわってますねってコメントしたいね。ユミスカーフこだわってますね。これこの県外の中島、ここ今夜だけ拓井さんの方には触れなくていいですか？今の今まで忘れてたんで。じゃあ触れないでいきます。またな、また県外、県外なんて別にいくらでも作れるからな、うん、そう、またの機会にね、またハチ、またの機会にお願いします。中島ここ後今夜だけ拓井のランキングを。こちらの番組は自然を美味しく楽しく、カゴメの提供をお待ちしています。ミッドナイトボードのベータナイト日本。ミッドナイトボードのベータナイト日本。今週のハロプロ、さあ今週のハロプロのニュース、もう一度確認していきたいと思いますよ。今週も、はい、さあまず、一つ目がですね、この収録の日6月22日なんですけれども、お茶ノーマがですね、テレ東音楽祭に出演されたということで、したおめでとうございます。ありがとうございます。はい、これデビケさんご覧になりました？もちろん、もう5時半から張り付いてました。待機してたぞ。うん、そして僕見れてないんですけど、どうです、どうでした？まあすごかった、あら嬉しかった。まあまあでも順番でいくと、はい、クリーピーナッツが出て、うん、5時半から6時まで出るって話だったんで。あ、はいはい、あるね、そうね。で、まあ韓国系の女性アイドル、はい、とかの次に出たかな。はい。いや、でも、まあ、こいちんを、ワン、全部じゃないけども、フルシャブじゃないけども。一番やって、ラッサビやるみたいな感じでしょ。で、もうちょっと長かったかな。ああ、はい、はい。多分。いや、米村キララは、すごいわ。やっぱすごい。あの子ね、やっぱなんか、バグ、俺らがさ、うん、バグってたかもしれない。なんかあれに見慣れてた俺らはものすごく目が肥えてる。まあ確かにそうだな。やっぱ米村キララはさ、何回か見たことあるじゃん。うん、毎回さ、可愛いって思うけどさ、うん、なんかテレビで見ると、よくさ、生の方が可愛いとかあるけど、俺ら生が先なのよ。確か生慣れしてるわ。生が先で、テレビが後なのよ。大体テレビで見て生で見て、うわ、すごいなのに。確かにね。オープニングアクトとかで先に生で見すぎて、うん、テレビで見たときに映るよと思った。正面でキララ見れんじゃん。確かにそうか、そうだね。確かに正面で見るっていうのはそんなにもないからね、やっぱ遠いかったりするじゃん、うん、やっぱ遠くで
可愛い子たちが踊って歌ってるって感じだけど、そうそうそう、生だけどね。テレビは土正面で一番可愛い角度でしか、一番可愛い化粧で一番可愛い照明できてるわけ。確かに。いや多分キララスでキララあれじゃん、よく映るじゃん。そうだよな。しかもさ、セッツもあるんだ。はいはいはい、今回はセッツもあったので、うん、多分お茶の間の人たちもびっくりしてると思う。だってあれでしょ、そのハロープロジェクトの一番新しいグループみたいな感じで紹介されたりとかをするんですか、あれ。ああ、され、どうだった、紹介はされたのお茶の間ですみたいな感じで、はいはいはい、なんか出てたかな、テロップとかで出てたのかな、うん。まあでもだからそれでさ、ハロプロの新グループみたいな。そうそうそう、そうでしょ。だから新グループの感じでさ見てたらさ、そう、米村がいるわけじゃんか。そう、それはやっぱおかしいよな。仕上がりすぎてる、話が違うよな多分。それはちょっと米村が、他の子たちもやっぱりすごかったけど、米村が映る回数とかも多いし、うん、なんか圧倒してただろうしな、他のその、うん、そう、他もびっくりしてると思う。まあそうだろうな。でこれもっとすごいのが、うん、LINE ニュースに載ってんだよ。デビュー前に地上波登場、みんなキラキラ、仕上がりすぎさすがって題名ですごっ、すごいなマジで。 LINE ニュースって別にあれだよね、別に俺がハロプロ好きだから忖度とかないもんな、あれは。多分ないはずな。だって LINE でさ、 LINE でハロプロの話はしてないもんな。してるか。 Twitter はさ、自分の好きなようにトレンドが出てきたりするけどさ。そうそうそう、うんね、お茶の間すごかったな。だから LINE ニュースでも結構ハロプロの話してくれますよね。なんかそう、森戸さんの卒業とか、誰かの卒業だったりとかね、誰かの卒婚の時のにさ、すごくさ、ちゃんとした記事を書いてくれてさ、まあその LINE ニュースっていうか、そのどっか書いたやつも、そうね、持ってきてるんだけど、すごいよな LINE ニュース。なんかすごいセンスがいいですよ。だから持ってくる、いや、お茶の間これ売れるぞ。お茶の間だってこれもう半年後には多分あれですね、 TBS 出てますね、年末。泣いてるよ。もらってる。安住さん泣いてるよ。安住さん泣いてますねこれね。とそれはもう嬉しい。いやー、もう泣いたか安住さん。でこれキララでさ、うん、こんな可愛い子いるんだってお茶の間ツイッターとか見たら、お茶の間ツイッターとかインスタめちゃめちゃ更新するからね。確かに。で他のメンバーとかもね見てね。おのおのまた、うわ、この子もいいなっていう子が多分出るだろうし、10人もいれば。まあそうだよな。まあ今日のテレ東音楽祭の目立ち具合だとやっぱ米村が頭一つ抜けて、時点で久保田かな。時点で久保田なんだ。ねだって久保田、西崎とかもワンカット多かったかなって感じだな。なるほど。久保ちゃんはでも後ろで跳ねてる感じがね。まあ確かに確かに。目立ってたかもしれない。そんな感じするわ。いやでもなんかね、やっぱああいうの出ないじゃん、あんまりテレ東音楽祭とかって。なか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 ね。だからね、嬉しかったね。待機してる時間も楽しかった。まあ確かに。しかもね、そのお茶ノーマーがね、一番新しいところグループが出るっていうのは、ね、去年はだって、去年はもうそれこそモーニングが、去年かな、一昨年かな、なんか一回モーニングがさ、純情エビデンスとかの時に出てたもんね、うん、それ。そうだから、モーニングとかしかなんか出るイメージないじゃんか。そうそうそう、そういう大きめの音楽のやつって、ね、出てアンジュルムかなっていう、うん、ここでね、お茶の間がテレ東のあのね、真夜中にハローのあれもあっただろうけど、うん、出て話題になってるってことは、ハロプロ来てますよ。来てますね、マジでさ、来てるよな普通に。お茶の間だって、お茶の間はいわゆるだってハロプロで新しいグループで今売り出し中ってことだから、そう、今もうすでに売ってるやつらはもっとすごいんだぜっていうな。そうなんだよな。ちょっとそのお茶の間の一個先輩だとビヨーンズ、まあね、こちらも勢いありますから。ビヨーンズなんてすごい外部フェスというかさ、外部のあれにすごく出るよね、お茶の間じゃなくビヨーンズは。まあ、でもビヨーンズがそのテレ東音楽祭が出た時にどう言われるかっていうのはちょっと、うん、まあ、お茶の間やっぱみんなキラキラしてるなと、可愛いっていう意見が多いかもしれないけど、まあ、確かに、確かに、こいちんもな、正統派の曲だしな割と。ビヨーンズは曲が正統派じゃないから
それはまた面白いかもしれない。なんだこのグループっていうので入ってってもらってもいいし、まあショパン先輩とだったら結構割と面白いんじゃないかな。でもビヨンズだってメガネの男の子でレコ大取ってますからね。そう、あの時はね、まあデビューシングルがこれで色物出てきたぞ。そう、話題性がねありすぎたっていうのはちょっとありますけど、まだやってるからね、面白いこと。本当なんで、もっと面白かってるからね、なんだろう。そう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 。あの時のメガネ、うわすごい、まだこんな進化してるって面白いのもあるし。それがすごいよな、あの一発芸じゃないのがすごいよな。あのメガネの男の子の。続いてるから、ビヨンズって。それがすごいと思うわ、マジで。他にもまあ正統派だったら椿とかも今アドレナリンダメが爆伸びしてるし、爆伸びしてる。でしかも多分椿が一番それこそツイッターとかさ、何、うん、そう SNS の運用に力を入れているのは多分椿ファクトリーだからな、うん、もちろんダントツだな。うん、すごいよなマジで。アドレナリンダメの時すごかったもんな。1万回増えたごとにいったって、なんか新しい動画出してくれた。本当にすごい、あれでメンバーも相当働いてるぜ。だってあれすあれありがたいよな。そうだ、手札がさなくなったらさ、あのなんか公開しますみたいなできないわけじゃん、もう。そうそうそう。でもさ137万回再生とか言って出してて、そう137万回再生を記念して誰々が何々をしますみたいなさ、そうそのよくそんなな霧の良くない数字の時に出せるよな。本当だよな。あすごかったよ本当に。マジでずっとだってなんか急上人気な何位みたいな、急上昇何位みたいなずっと出てたもんな、ね、そのすごいよ椿、ね、上がったり下がったりはありましたけど、その順位のだ椿はな、ね、でまだアイドル転職音頭僕らまだちゃんとは聞いてないですかね。聞いてないですね。そこでやっぱ遊べる余裕があるのがさ一曲遊べるっていうね。一曲遊ぶんすよハロープロジェクトって。三曲あるからね。そうこれが楽しいんだよ。一曲はいいっしょっつってでもそれがドハマりするパターンめっちゃあるから。だってあの、まあ、サムネだけはさ見てるけどさ、あのね合唱コンクールみたいなでしょ。そうそう、なんか間違えて開いちゃいそうだ。あのミュージックビデオのサムネとは覚えなくてさ。ね、本当だよな。なんかのさ企画の普通の YouTube なのかなみたいな思っちゃってさ開こうとしちゃったら、お違う違うみたいな感じだったかな。いやでもこのねお茶の間のこの勢いそのままに他のハロプログループもね、いろんな音楽のテレビ、やっぱテレビの影響力強いから、もうテレビと、あとはもう直近でいくとあのロッキンジャパンですよ。もうロッキンジャパンももう近みんないけるからね我々。そうみんないけるんですよ。僕らのそのミッドナイト坊主だけじゃなくてミッドナイト坊主の周りも割とみんな来るっていうね。あそう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 、今まで動画に出てくれたねそう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 やつらとかも集まったりするので、そこでねあの初めましてのあのお互いの友達同士がみたいな状況生まれそうなんで、ね、普通に友達が増えるっていうねシンプルにロッキー、ね、面白い。モームスとアンジュルム、うん、楽しみだね。同じ日なのもねでかいしね。そうでもほとんどハロオタなんじゃないかなって俺は思ってるけどね。ああどうなんだろうな午前中。確かにすごいだろうな。みんな移動するステージ一緒なんじゃないグラスステージからあごちゃごちゃっつって行きましょう行きましょうっつってあんじゃ始まりますよって言って移動するんだろうな。楽しみですね。楽しみですねそれも。さあそしてまあもう一つニュースあるんですけども、まあ森さんがご卒業されました。はいはい、おめでとうございます。ありがとうございます。まあね、まあ、あの武道館卒業公演見に行って、その後にねすぐ生配信もやったんで、うん、まあそのコンサートについてとか結構そこで話してるんで、ね、もしよければアーカイブの方見ていただきたいんですけれども、うん、小川さんどうですか、その卒業されて、まあまあ、まだ1週間経ってないですけど少し時が経ちましたが、うん、その後心境というかその心持ちとかいうのはどうですか。まあいろんなところに森さんのグッズを飾ったりしてね、はい、今はちょっとまだ余韻、まあまあまあね、楽しんでるって言ってあれだけど、うんまあ、確かに余韻に浸って、ただ DVD はまだ見れてないね。なるほど、まあ、DVD マガジンインスタとかでね割とそのまださ当日の写真とかを上げてくれるメンバーがいたりとか、うん、まあ、そうそういますから、
確かまだ余韻期間ではあるのか。全部可愛いんだな。全部可愛いな。すごいわ。確かにめっちゃ保存しちゃっためっちゃお気に入りしてるしあとあれも届きましたね、あのグラジュエーションフラワー、はいはいはい、のあのあれに参加した人は森さんの写真が届くんですよ、はいはいはい、あれも届きましたね。あら、いいじゃない。いいね、これ俺の寄付したお金だから。まあそうね、有効に使ってくれて。いいっすね、こんな白で M って字が使われてねこのでもこの画像はあのこう出しちゃダメっていう話ですから。あ、そうなんでね。そうなんですね。そうそうそう。あとまあよかったのはあの菅井先生のインスタ。ああ、はいはい、どんめちゃめちゃいい。マジですか。僕まだ見れてないですね。投稿、普通に投稿で、まあ、森さんに対してのメッセージみたいな。あ、菅井先生のメッセージがものすごく良かったですね。森さんの人となりというか人間性みたいなところにも触れてくれて、やっぱり菅井先生の森さん多少なりとも苦労した面があったということで、ここで菅井先生といろいろとねレッスンをした時の森さんの強さみたいなところをめちゃめちゃ語ってくれて、はい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 、やっぱり森さんってなんかまあ気づいてたけどさ、あんまりその努力を表に出さないし、なんか、うん、そうやって裏側の人がね、こうこれぐらいやってたんだぞって言ってくれるっていうのは嬉しいことだし、やっぱり森さんってすごかったんだなっていうのが分かりますね。すごい、すごいですね。今読んでます。すごいですね、本当にすごいな。思いが、思いというか、うん、伝わってくるわ。でも森さんがいかにそのね、そうやっぱ菅井先生レッスンなんて想像しただけでもやっぱ鬼じゃんか。鬼だと思う本当に。これを、まあ、60分って言われたところ120分やって、自分からね、まあ、ちょっと休憩させてくださいみたいなこと言わないみたいな。いやー、これでもちょっと森さん営業妨害じゃない、菅井先生そんなこと言っちゃったらちょっとね、また努力するタイプの人をね、そうそう、こんな言っちゃって、それちょっと森さんどうなのみたいな感じだけど森さん実はちゃんとやるタイプだってね。え、あのね、キラキラしてると思ったらね、うん、もう芯めっちゃ強くてだけ強いんだみたいなことね、すごいな、言われちゃって。森さんもマジやっぱすごいしね、菅井先生もやっぱ愛のある人ですよね、うん、本当に。宮本さんの時とかもねそうだったけど、卒業した時のやっぱな、プロだよな、お互いがプロだよな、ちゃんと本当にな、かっけえよ。だから森さんのことをめちゃめちゃ好きなんだろうなと思ったもんな。そのやっぱ顔面がタイプっていうのはさ前提にあるけどさ、うん、でもそれだけじゃなここまで応援できないもんな。まあ確かにな、やっぱりその人間性だったり、うん、俺もやっぱ一貫してる人ってやっぱ好きだからさ、はいはいはい、どんなあれであれ、うん、そういう芯の通った人、最初からな最後まで貫きと自分を持って貫き通せる人っていうのはなかなかね見れないし、うん、そういう人をやっぱ発見できた人生っていうのは良かったですね。確かに結構でもあの一貫性あるっていうのでいくと、あのうちの秋信なんかも結構ずっと遅刻して一貫性ありますけどねじゃあの子一貫性じゃあの子はダメですよ本当に本当にダメよ。どんな形であれ一貫性ある人やっぱ好きですからね、デビキャンさんは。違います、その形は良くないです遅刻を決めたことを守ったりね、あげようかな。じゃあ遅刻しようと思って毎回遅刻してるならば一貫性があると言っていいでしょう遅刻しようとして遅刻してるのは遅刻じゃないからな、ね、もはやだから遅刻っていうのはもう全く一貫性にない、一貫性がなさすぎるゆえに起きてることだからな。だってよ、彼のね、彼のね良くないところはね、あの責任が生じるとちゃんと遅刻しないんだよあいつバイト絶対遅刻しないから。確かにマジでしないわあいつ。そうバイト絶対遅刻で、野球部の頃もさ俺覚えたの1回だけであいつが遅刻した。確かに、あ確かにそうだわ。しかもあれ、しかもそれも結局間に合ったもんな。そう、まあお母さんにね運転してもらったみたいなあったけども、だって俺らより先にさ遠征先についてたじゃんそう確かにそうだわ。めっちゃ謝ってたじゃん、うん、あいつ。そう確かに今お前そんな
面影ゼロやん今。今彼遅刻してうーすって言うだけよ。うっすーって言ってるだけやんな。え、ね、だってそうだな本当に。今の だって当時の俺の方が今の秋信より遅刻してないよな多分。雄大は怒られるか怒られないかギリギリの遅刻をいっぱいするっていう。そうそうそう、本当になんかめっちゃ大遅刻じゃなくてちょびっとの遅刻をすごいするみたいな。15分ぐらいの遅刻をな、5分から15分ぐらいの遅刻を繰り返すね。そう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 。でもその時の俺より今の秋の方が絶対遅刻してるよな。してるし、彼は30から1時間の遅刻だから。そうだよな、本当にそうなんだよ。立ち悪いなあ。ちょっと舐められてますよ我々。あいつ立ち悪いなってことは。そう、もう分かってるんですよ。あいつは今遅刻する人間になったわけでもないんですよ。本当だよな。僕らだから遅刻してるんだよ。あいつマジ舐めてんな、マジで。舐められてますよ我々。ちょっとマジ一発ちょっと菅井先生とこ連れてきますか。ちょっとな、コンチ叩き、あとそしたらあとお前もな。なんで俺もなんだよ。俺は遅刻してねえだろ。お前もやっぱちっちゃい遅刻多いから。俺遅刻してねえだろ。してねえだろってお前ちゃんと胸張って言えないだろ。え、いや俺胸張れるけどな結構。ダメダメ、やっぱね僕やっぱ5分から10分前に着かないと。ああそうっすか。ちょっとじゃあ一緒に行ってきたら先に少年が治った方から帰ってきたら、ちょっとじゃあ2人で菅井先生のとこ行ってきますわ。まあどっちもな、どっちもやっぱ怒られて一回どれぐらい、やっぱみんな行ってみたいな、みんなで行きたいな。確かにみんなで行ったらどうなんだろうな。俺はだから遅刻とかはしないけどな、 その他でやっぱ欠陥があるとか。意外とさ、意外と あなた一番ダメねって言われる可能性あるよお母さん。そう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 。実はあなた声だけ、そう全然その見た目だけよみたいな、全然中身全然ダメみたいなパターンあるからな。可能性はありますね。そう、プロの目にかかるとな、そこまで見抜かれる可能性全然ありますから。3人で1回行ってな、そう誰が一番やっぱ怒られるかやりたいな。ちょっとね、菅井先生にもねちょっと胸張れるような人間になりたいですね。じゃあはい。ミッドナイト坊主のデータナイト日本。ミッドナイト坊主のデータナイト日本では皆様からのお便りを YouTube のコメント欄と Twitter の DM で募集しています。どしどしお便り待っています。まあ僕ら22歳じゃないですか。まあ、デミアさんも22歳になられて。で、僕もね、まあ、あと、まあ、4ヶ月、3ヶ月ぐらいでもう22歳で。22歳って結構やっぱさ、大人だと思うんですよ。うん。まあ、もう20歳、ね、今成人の年齢18歳ですけど、まあ、まあ、20歳が、まあ、まあ、大人だったとしても、まあ、全然22歳って大人だなと思うんですけど、なんか、大人でもなんか自分でその、俺って大人だなって思うことってさ、あんまりないじゃない普段。ない。まだやっぱその子供のつもりでさ生きているというか、あんまりその大人としての責任が生じる場面とかもないし、うん、っていう感じなんですけど、最近ちょっと大人になったなと思うことあって。はい。まあ僕この前お父さんとね、ちょっと喋ったんですよ。うん、で知らない人いるかもしれないので一応言っとくんですけど、僕お父さん離婚してるんで、お両親が。僕お父さんと離婚してて、お前とお父さんと結婚してみたと。僕は両親離婚してるので、お父さんと話すのって相当なそのレアイベントなんですね。僕、皆さんは家に帰ってね、毎日ね、お仕事お疲れさんとか、そういうなんかそのたわいもない会話とかお父さんとするかもしれないですけど、僕にとってはお父さんと喋るって相当なレアイベントなんですよ。離婚してるから、ね、そう、離婚してるから、これアリーナ引くぐらいのレアイベントですから。そんな相当レアイベントなんですけど、まあ喋り、まあ飯食いがてらみたいな、まあ昼食その決まって就職祝いみたいなのも兼ねつつご飯に行って喋ったんですよ。で、まあ基本的に僕はお父さんのなんていうんですか、教育というか
結構そのちっちゃい頃からバーって言われて、まあどっちかというとお父さんの言うことを聞いてきたようなタイプというか、家庭としても、ね、まあどっちかというとお父さんが主導権握るような家庭だったんですね、割と、ね、でなんで、まあ、結構お父さん寄りの考え方というか、はい、をしてると思ってたんですよ僕今まで、うん、だから親と喧嘩するのも基本的にはいつも母親とするし、あで母親と喧嘩した時も全然もう話が通じないというか、うん、割ともう価値観というか、その全然こっちはこう思ってるけど相手はこう思ってるっていうのが全然すり合わなくて、うん、もういつも話が堂々巡りで、あもういいわみたいになっちゃってみたいな感じの話をするんですよ、うん、お母さんと喧嘩する時とか、うん、だからまあそう、僕はお母さんよりはお父さんよりだなと思ってて、お父さんとこの前久しぶりに話したんですよ、はい、そしたら割とそのお父さんと話してても、あなんか俺そうは思わないなって思うことが増えてきてなと思ったんですよ、久しぶりに話して、はい、でなんかそういうのが何個かあると、あなんか俺もちょっとやっぱ親から離れて、そのちょっと自分の考えというか、うん、自分なりのその、まあ、正解とまでは言わないですけど、自分のその考え持ってんだなと思って、なんかちょっと大人になったのかなもなみたいな思ったんですよ、うん、でその大人になるとさ、なんかいろいろもん、まあ大変なこととかいろいろあると思うんです、はい、で結構僕の周りの大人の人とかって結構まあお腹が出てる人とかが多かったりしてまあね、まあその僕がね、朝そのちょっとあの某親子丼チェーン店でちょっとアルバイトをしてるんですけど、うん、もう大体そこに来るサラリーマンの人ってもう下っ腹がねもう出てる、うん、こうサラリーマンのおじさんばっかりなんですよ、まあ出したいからね、そうそうそう、でさ本当にあこう、まあ大人だったらやっぱこうなんのかなみたいなそのお腹出てみたいな、もうやっぱ酒とか飲んでみたいなさ、うん、飲み会でみたいな、うん、なんのかなとか思ってさ、でまあ男生まれた以上僕たちやっぱそのかっこよくありたいなっていうのはまあ僕一つ持ってるんですけど、はいはいはい、その上でやっぱりお腹がやっぱデブっていうのと結構やっぱハゲ、はい、とっていうのって結構敵だと思うんですよ、まあ、その男前っていう観点に関したらその逆行してるかな、そうそうそう、でなんかうわそうはやっぱなりたくないなと思ってはいるんですけど、うん、その最近僕のそのねバイト先にまあ割と毎日ぐらいのペースで来るサラリーマンのおじさんがいるんです、うん、でその人はまあ割と見た目はシュッとしてるんですけど、はい、でもなんかちょっと、まあ、よくよく見たらやっぱ少しお腹もやっぱ出てて、まあ、ビールパラっていうんですか、うん、そういう感じで、まあ、ちょっと髪の毛もね薄くなってるような、まあストレスとかねいろいろありますから大変なんですけど、サラリーマンの人とかも、うん、まあでもちょっと髪の毛もちょっと薄いようなそういうおじさんがいたんですわ、うん、でまあその人がですね最近ちょっと髪が生えてきたんですよ、おお生えてきた、その明らかに髪の量が増えたんですねおお、でそのもうだってさその4もう50最多分ぐらい、50前後ぐらいの年だと思うんだけど、うん、その時期からさ、一回その薄くなった髪がさ、増えることって多分ほぼないじゃん。うん、まあ、その、自然にはな。そう、絶対にないじゃん。まあ、ないと思う。そう、だからなんかをしたと思うのよ。うん、まあね。ただその、なんて言えばいいんだろうな、そういう時って。なんでなんか言うんだよ。なんでなんか言わなきゃいけないんだよ。だから、その本当に、なんていうの？俺はその店員さんとお客だから別にそこに対する会話はないじゃん。そりゃそうだよ。ちょっと髪の毛増えましたねとかいうそういう会話は絶対ないんだけど。するわけで、牛丼並盛りです。髪の毛多くなりましたか？なんてな。そう。髪の毛マシマシでお願いしますとかないじゃん。頼んでるとこは違うじゃん。そりゃ絶対ないじゃん。だけどさ、そのおじさんが、サラリー、その、おじさんが働いてる現場よ。働いてる、だから、会社で、うん、その、まあ、後輩とかがね、いて、まあ、もし、
まあ、男の後輩もいるでしょう、女の後輩もいるでしょう、同期もいるでしょう、ってなった時に、その周り、そのおじさんの周りの人たちってどう反応するんだろうなと思って。あー、なるほどね。これって正解あんのかな、なんかその、なんだろうな、しかも、まあ、あの、デビケさんは一応デブだから、うん、デブの気持ちってわかると思うんですよ。まあね、ずっと生まれてこの方、デブしかやってきてない。そう。でさ、デブって痩せたらさ、あ、痩せたねって言うじゃん。言われる。で、そしたらさ、痩せたねって言われたら、まあ基本的にはさ、まあ嬉しいというか。まあその、言ってる側は多分褒めてるんだろうなと。そうそうそう。で、だからその、だから痩せてスタイル良くなったねみたいな。痩せてかっこよくなったねみたいな意味も含まれてるから、うん、まあちょっと、痩せたねって言われた方も、ちょっとまあ、まあまあまあね、みたいな、その嬉しい感じがあると思うんですよ。はい。少なからず。ただ、その、ハゲてた人が、髪の毛増えた時に、ハゲてたのが、あ、髪増えたねって言われた時って、これって、シンプルに、あ、そうなんだよって、嬉しいとは限らなくない？限らない。あ、確かに。考えたことなかったけど。そう。これ、マジむずいなとって。これが、多分、大人になる上で一番難しいことだなと思って、俺。髪が急に増えた人に対しての声のかけ方か。で、かける方もだし、かけられる方っていうか自分自身もどういう気持ちでいればいいのか分かんないじゃん。うわー、確かにでも分かんねえな。そのもし自分がさ髪の毛が少なくなって、そう、そのまあカツラならさ、そう、俺は分かんない、俺ちょっとカツラならネタにしちゃうかもしれない。あー、だけどそのショックも、うん、そう、なんかよく分かんないけどさ、そう、だ取れないタイプ。なんかいろいろあるじゃん、その髪の毛増やす方法も。あれで増えた時に、増えたねって言われたら、いや、まあね、やってますからね。そうだよな。だってさ、マジで、しかもそこでさ、そのリアクションも用意しとかないといけないじゃん。髪の毛、ちょっと、増えましたね、みたいなこと言われた時のリアクションも用意しとかないといけないわけじゃん。あ、でも、痩せるってさ、自分の努力が入ってるじゃん。そうそうそう、そうなのよ。髪の毛増えるって、あの、完全に外注だからな。そうなのよ。外部に注文してるから。そう、だからさ、マジかと思って、俺そこでさ、なんかバイトどころじゃなくなっちゃって。そんなことねえだろ。そのちょっと髪の毛増えた、その頭を見た瞬間に、うーわーと思って、もうぐる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 って頭考えて、でもまだ全然やっぱ答え出ないわ。大人ってそういうことだよな。そう、大人ってやっぱむずいなと思って。ちょっとだから本当にもう、ハゲだけにはならないようにちょっと気をつけようと思いましたね。別にいいだろう。でも、ちなみに、うん、この前ゼミに行ったんですけど、はい、あの、同級生の子が整形をしてましたね。あー、でも僕もいますね、友達で。ちょっとプチ整形というか、目。二重にした。そう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 、俺もそう。あの、まあ、その子はものすごく整形をすることに、なんていうの、自信を持ってたのが、目でかくなったみたいな、キラキラしてたから、うん、すごーみたいな、うん。まあ、僕はやる気はないけども、そのやった人を見て、すごいね、みたいな、うん。どれぐらいいくらかかったのとか。そうそうそうでね。僕、まあ、その人初対面なんで、うん、元知らないんであれですけど、まあ、かっこよくなったのみたいな、うん。その子もね、嬉しそうだったからいいけど、そう、でも、整形と似てんのかな？髪の毛が増えるって。ああ、どうなん？でも、その、俺も友達でさ、目、ちょっと二重にした人いる、子いるんだけど、うん、そいつが一重から二重になった時の衝撃と、そのお客さんのおじさんが、その、薄からちょい薄になった時の衝撃は全然おじさんの勝ちだったわ。あ、薄からちょい薄なんだ。そう、全然その、だから、俺の友達が二重になった時に、うわ、二重になったじゃんとはなんなかったの。あ、本当。あ、なんかでも確かに二重、あ、そっか、あ、やったろみたいな。そのなんかそんなパッとはしない感じ、なんかどうみたいな感じで聞いてきて。まず、だからその、ね、髪の毛増やした方もね、どうちょっと増やしてんだけど、みたいな感じだったりやりやすい。うわ、それ、いいな。昨日よりちょっと増えたの分かりますみたいな。それだったら、すごくやりやすいな、お互い。そうだ、それだったらお互いがやりやすいよな。そんぐらい、でもそうか、やっぱそんぐらいじゃなきゃ、そんぐらいの覚悟がないとやっぱ髪は増やせませんね。ちょっとね、まあ増やすときちょっと今増やそうかなって思ってる人はちょっと参考にしてほしい。いや、あのやっぱ受け取る側。そうそうそう。こういうふうに思われるんだっていう。増えたのを見る側としては、やっぱりその、どう
ちょっと増えたんだけどどうみたいな感じの方がやりやすいな。そうそう、しれっと増やされても内緒でな、増やしても言っていいのかなんかな。そうそうそう、どうしようもないから。あるな、そうマジで。だからちょっと気をつけてください、大人の皆さん。気をつけて大人の皆さんとこれから大人になる僕たち、気をつけてくださいっていう、ね、話でした。ミッドナイト坊主のベータナイトニッポン。さあ今週も、エンディングのお時間でございます。はい、さあ、いやーね、どう、やっぱ湿気とかもあるからな、髪の毛って結構湿気に弱いからな。ああ、ほんと今日だって湿気でもうペタンってなっちゃうとかないですか？さっきから全然話が膨らまなくて申し訳ないけど僕なんないっすねああ広がんない。で、女の子とかね、よくその前髪がさ全然決まんないみたいな。それは梅雨の時期になるの？そうそうそう、湿気でこうやられてみたいな。へえ。ほー知らないですね、髪ペッタンにならない。そうだから、そのはだって、髪って濡れたらさ、髪ってさペタってなるじゃん。なると思うだろ。え、濡れてもさ、あなた髪の毛変わんないの、その形状と。え、なんつうの、そのなんつうの、ペタってなんない、ちょっと浮くの。なんだろうな、なんか、いや濡れてびしょびしょの時はさすがになんか張り付くみたいな感じなんだけど、あの手とかでさちょっと払ったら、あ、うん、もうあの、まあ、今のその何もない状態よりはあれだけど、なんか浮いてんのよ、その前髪が垂れて目が前が見えないみたいになったことなんです。すごいね、やっぱ絶対に浮く。髪剛毛も剛毛じゃん。じゃあだからでもそうだと思ってるからね、そうやって過ごしてきたら。だから多分お母さん絶対ハゲなそうだもんなって、なんかね、ハゲなそうだよな、なんか強そうだもんな、なんか髪の毛一本一本が。一回やっぱ抜いたこと、何回か抜いたことあるけどさ、うん、太いもん。あー確かに、どうなん、でもこいつらも太いからさ、一気にさやる気なくなったらさ全部いなくなるかもしれない。もしかしたらその今髪の毛さ生えてるじゃん今、それもしかしたらさ、うん、一本なんじゃないの？いこれキノコみたいなってこと？太い一本なんじゃないの、それもしかしてこれが太い一本ならさ、前髪が一瞬ペタってなるの原理のさそあ説明がつかないわあつかないか、もうちょっとあると思う。立つかそのペタってなるかの二択にしか なんないもんな、それだと。だ前に行ってるだけだもんな、うん、左右その横にはないってことだ。そうだ、ど一方向にしか行かないもんな、一本だとそうではないと思うな、そうではないか、さすがに。でもそうだ、本当にだってお母さんやっぱなんか強い、多分強いんだろうな、体というかもうなんか全部が髪の毛ハゲなきゃいいけど、なんかまあ家系的にはあのお母方の方に似れば白髪が多い、ハゲないみたいな。ハゲないんだ。そうで白髪多いからさ、もう元々、まあ、確かに白髪多いですね。そっちなんじゃないかなって思ってる俺は。でも俺もなん結構割と白髪あったりするんだけど、たまに。あ、どんどん。だから白髪は別になんかいい気もするけどな、そんな気になんない。僕白髪にそんなになんつうの嫌とは思ってないんだけど、ね、まあちょっとね動画とか撮った時に明らかに真ん中ら辺が白い時あったからちょっとあれかなと思って、もうやるなら全部白かちゃんと黒にするかがいいから、うん、そうだな、ね、黒染めを買ってるんですけども、もう今度ね、どうす、あのちょうどね森田さんも卒業したところですから、うん、あの全部白にね一回してもらってもねいいのかなと思いますけど。全然いいけどね俺は、マジで。いや待って、でも本当多分やるとしたら今だよな。そう、あのね、その就職してない今ね。そうやりますか。じゃあ執着た、髪染めると高いっていうのがね嫌なだけで確かにやります。じゃあ髪に執着がないっていう理由でそのね髪染めてないだけなんで。じゃあちょっとねこの動画につい
この動画についたコメントでちょっと谷川さんの髪の毛が白くなるかそうじゃないかちょっと決めようかな。色ちょっとやってみる、色投票、うん、もしかしたらね、あのコメント欄が真っ白になる可能性もありますからね。コメント欄が真っ白の場合だったり真っ白にしましょうか。皆さんのコメントをお待ちしております。じゃあ、今夜も素敵な夜をお過ごしください。それではバイチュー。